1212121212。どうも皆さんこんにちは。富士市役所の筋肉王こと福島祐希です。今回はここ岩淵にある富士川フレイホールにやってきました。平成20年11月1日に富士市と富士川町が合併して今年で10周年を迎えました。ここ富士川ふれあいホールでは11月10日に富士市富士川町合併10周年記念式典が開催されました。これまでの軌跡を本市の未来を切り開くための着実な一歩とし、明るい未来に向かって元気ある富士市を実感できるよう市政運営に取り組んでまいります。それでは発表いただくのは杉本春さん。河川敷が整備されて安全で走りやすいところになってほしい。作りたい、みんなびっくり、自慢のお菓子。松の庭、歴史がいっぱい、学びの場。私たちの学校では特に挨拶を大切にしています。なので挨拶を積極的に行うことを目的にした活動があります。田上拓也さんです。よろしくお願いします。たくさんの笑顔があふれ、誰もが安心して暮らせるような松野になってほしいと思います。小学校カフェの皆さんとの遊びなどの活動を行ってきました。これから10年先、20年先、私が活動してきたことが何かの役に立っていることを信じて。私は10年前、富士市と富士川町に合併、このような恵まれた環境で成人を迎えられることに感謝して、これからは富士市に少しでも恩返しができるように、目標に向かって努力していきます。富士市、富士川町を合併して、さらにすごく素敵な街になったんじゃないかなって私はこの10年で思っております。富士青春市民としてこれからもさらなる街の発展に期待しております。私は小学校4年生から陸上競技を始め、中学校高校と富士富士川町で陸上競技を続けていきました。そうして陸上を続けていく中で箱根駅伝という大きな目標を見つけることができました。今はその夢を叶えることができ、新しい目標に向かって走っています。皆さんも富士市にいることで見つかる目標があると思います。将来に向けて自分がやりたいことを見つけて頑張ってください。身近に聴いているこの曲を聴いて、この歌詞がとっても私の身近な生活の一つとしてなっていたので、これを皆さんにより伝えられるようにしたいなと思って作りました。実際に踊っている姿、一緒に合わせている姿を見てとてもキラキラしていたので、とても素晴らしかったなというふうに思います。自分の曲でダンスが作っていうのは本当に初めてだったんですけれども、もうすごいステージも華やかになって、元気いっぱいで私も楽しかったです。歌だとやっぱり音楽と言葉になるんですけど、やっぱり身振り手振りで表現することでさらに伝わることとかもたくさんあると思うので、私もまた一緒に歌って踊ってほしいなと思ってます。Oh,
ー